はい、やってまいりました。小島の和州山スカイラインの道なんですけど、水島から、小島の方に向かっていく途中で、このように通行止めの、看板が、立っている状態で、この先に行くことはできないのですが、今回は、どのような状態なのかを調べるためにこの先に行ってみます。で、この先の向こうにはまだ全面通行止めという看板があるんで、そこまで行ってみたいと思います。情報によれば、この先の全面通行止めの看板のこの先の道が集中豪雨の雨によって、崩落しているということですね。崩落についてはまだ報道されてないということで、参考資料という形で、お伝えします。はい、こちらが全面通行止めの看板が立っている場所です。その向こうの方に、今回崩落した場所があります。ここに来るまでも、ところどころで小規模の、土砂崩れなどがあった痕跡がありました。崩落から約、1ヶ月程度経つのですが、まだこのような状態です。下には作業員が、確認しているように見えますが、修復にはまだかなりの時間がかかると思われます。こちら小島方面から登ったのですが、今回の崩落現場ではないのですが、駐車場または資材置き場だと思われる場所の一部も今回崩落しています。この場所以外にも多くの場所で通行止めになっている地域もあると思います。また昨日は通ることができた道が今日には崩落していたということもあると思います。山道を通る際や地盤の緩い場所を通るときは十分お気をつけください。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。